国民投票ナンバーワンは。どうも皆さんこんにちは、全力ジャニーズマンです。よろしくお願いします。本日はですね、キング&プリンスについての動画となっております。キング&プリンス、4月19日にですね、キンプリ初のベストアルバム Mr.5 を発売します。今回の動画はですね、このベストアルバムについて話していきたいと思います。でまずあのベストアルバムの概要なんですけれども、今回は初回版 A、 初回版 B、 通常版、そしてファンクラブ限定のリアティアラ版、全4形態の発売となっております。で今回のベストアルバムなんですけれども、各形態によって、ミュージックビデオであったり、小旅行企画の映像のね有無であったり、あとは収録曲の、ね、違いっていうのがあるんですけれども、その中でもねちょっと気になる形態があって、それが初回版 A なんですね。でこの初回版 A なんですけれども、CD と DVD がつきまして、このね DVD がすごい気になるんですよね。で現在明かされている内容だと、スペシャルミュージックビデオ from King & Prince という風になっているんですけれども、これだけしか情報がないんですよね。内容がわからなくて、ほんとキンプリからの特別なプレゼントとして商品発表まで楽しみにお待ちくださいというふうにアナウンスされています。いやー、ほんと粋なことをしてきますね。めっちゃ気になりますね。もう発売が待ち遠しいですね。続いてですね、冒頭でも話したんですけれども、国民投票ナンバーワンはっていうねことなんですけれども、実はですね、今回のベストアルバムの発売にね先駆けて、収録曲をね決めるために国民投票っていうのをねやったんですね。でその中で見事ね1位に輝いた曲が King & Prince Queen & Princess っていうね楽曲になっています。この曲ですね、あのミュージックビデオ化されまして、今回のベストアルバムのね初回版 B の方にミュージックビデオが収録されます。実はですね、今発売に先駆けてですね、あのキング&プリンス、クイーン&プリンセスのミュージックビデオが YouTube で公開をされています。でこの曲なんですけれども、楽曲投票企画で1位に輝くくらいっていうことなんで、もう本当にファンの皆さんに愛されている曲っていう風になってますね。もうミュージックビデオがすごいね泣ける内容になっていますね。本当これまでのライブ衣装であったり、メンバーのオフショットであったり、そういったものがね使われているんですね、映像に。そういったね、あの5年間の歴史を振り返る映像になってますね。この曲自体ね、本当ライブであのラストによく歌われていた曲っていうねこともあってね、本当に思い入れのある方多いのではないでしょうか。ライブとかを思い出しながら見てる方もいらっしゃるかもしれませんね。メンバーの表情であったりね、あの写真を見るとね心に来るものがありますね。本当にね、このメンバーの表情を見るとね、優しさもねあの感じる一方、儚さもね感じる表情なんですよね。本当ね、メンバーの中の良さであったり、メンバー同士ね思い合ってるっていうのがね伝わってくるミュージックビデオですね。メンバーみんながね、あのどんなことをすればティアラが喜んでくれるかっていうのをね考えてくれているっていうのがねよく伝わってきました。このミュージックビデオのね YouTube のコメント欄を見るとね、結構ね涙された方多かったようですね。この曲は大切な曲で包み込んでくれる曲っていうねコメントがあったり、またねどんな気持ちで撮影したとかね、そういったことを考えると泣けてしまうとか、あとはね絆を形にした素敵な曲っていうね風なコメントもありましたね。それだけね、あのファンとメンバーの皆さんのね思い入れのある楽曲なんだなというふうには感じました。そして今回、ベストアルバムのね CD ジャケットの方がもうすでにね公開されているんですけれども、いかがですかね。やばくないですか。映画王子様衣装っていう感じで、 CD デビュー時のねキング&プリンスの原点っていうね感じのジャケットですね。そして初回版 B なんですけれども、こちらはね打って変わって結構ねワイルドさも感じるジャケットになってますね。そして通常版ね、通常版のジャケットがもうやばかったんですよ。通常版のねジャケットがメンバーの高橋海人さんが
書き下ろしたっていうことなんですけれども、めちゃめちゃ良くないですか。で、高橋さん曰くシングルとアルバムとライブのねアイコンみたいなものをねデザインに入れてるっていうことでね、すごい引き込まれるジャケットですよね。そしてなんといってもね、椅子のねイラストもあるんですけれども、なんと6個ねと並んでたんですよね。わあ、めっちゃ粋なことしてくるなーっていうふうに思いましたね。まさにね5年間の集大成というね形のベストアルバムになってますね。まあ、今回ねジャケットにも注目っていうことで、ちょっと過去のねあのキング&プリンスの CD ジャケットっていうのをねちょっと振り返ってみたんですけれども、僕がね一番お気に入りだったのがアルバムのランドのね通常版のね CD ジャケットなんですけれども、すごいねメンバーの笑顔がいいんですよね。本当にメンバーの笑顔を見るとねこっちも嬉しくなりますよね。すごい爽やかでね、キング&プリンスはね引きつける力がすごいですね。まあ、今回のねベストアルバムのねジャケットっていうのところにもね注目していただきたいと思います。はい、では今回ですねキング&プリンスの初のベストアルバムミスター5について話させていただきましたけれども、実はですね今回新曲もね入ってるんですね。全携帯共通で Beautiful Flower というね楽曲が入っています。これどんな曲なんですかね。もうね曲名聞いただけでねもういい曲だなっていうふうに思いますね。本当に早く解禁してほしいですね。楽しみですね。まあ、最近もね King & Prince の曲よく聴いてまして、 Dear My Tiara っていうね曲よく聴いてますね。本当にメンバーとファンの方々のね絆を感じられる楽曲多いですね。まあ、そういうのもね愛される理由の一つだと思います。で、今回のベストアルバムね一曲一曲ね、まあ、それぞれ思い入れがあると思いますんでね、そういうのもね思い返しながら楽しみたいなというふうに思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。